ゆっくりドラム講座、3連符よく使うやつ。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者から試験数まで完成しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。今日は3連符でよく使ういろいろな叩き方を伝授します。譜面です。フルストロークでひたすら連打。普段3連符を使うときって大体フィルインですね。なのでフルストローク、スネアの3連のフィルインを叩いた後はリズムが半分になるとか、実際の曲でもむちゃくちゃよくあります。アクセントつけたい方は上の動画をどうぞ。くどいようですがフルストロークですからね。叩いたらすぐ上げましょう。叩きます。では、次、譜面です。シャッフルでよく使われる手順です。シャッフルってなんかというと、こういうのです。こういう跳ねたリズムの元の元になる手順がこれです。RLRRLRRLRLR の繰り返し、ダウン、タップ、アップの繰り返しです。左手はひたすらタップ。要するに弱です。右手はダウンアップの繰り返し。それすなわち強弱の繰り返し、叩きます。では、次。ダブルストロークが必要になるので、ダブルストロークできない人は上の動画を見ましょう。手順は RL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 L の繰り返し、いわゆるダブルパラディドル。ダブルパラディドル、かっこいい名前で好きです。ダブルパラディドルの一番最初にアクセントです。要は最初は強、それ以外は弱。これができるようになると、例えばこんなリズムが叩けます。こういうのよくありますね。こういうやつを叩くための基礎練習ってところですね。叩きます。3連符フルストロークで叩けたら、それでもう困ることはありません。シャッフルを叩くことってまずありませんからね。けど覚えておくと世界が広がるし、いつか役に立つことがあるかもしれません。何でも覚えておいて損はないですね。より一層かっこいいドラムを叩きたい方は、ドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなので、高評価ボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるので、ぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているので、チャンネル登録忘れずに。今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの視聴者は私の希望になります。では、お別れです。ねえ、簡単でしょう。